前畑さん、前畑さん、議員会でよいしょ。はい、それではあの会見を始めさせていただきます。私の方からは、今日はあまりございませんが、日本維新の会さんはですね、今あの無党手続きを、お進めになっているようでございますので、晴れて、新党結成ということになればですね、新しい体制、皆さんとですね、今後のことはですね、しっかり話し合いをし、進めていくべきだろうと思いますので、あまり経験にその先のことを、私から申し上げることは控えさせていただきたいというふうに思います。それから、民主党の海田代表との会談が取り沙汰されておりますが、これは私の理解するところ、先週の民主党さんとの二幹二国で、民主党さん側からなんか申し入れがあったと。並行して私の方も海田代表からそういった申し出がございましたので、要求をしたと、いうことでございます。ただ、海田代表のご意向で西場所等はですね、公にしたいということでございますので、私からはですね、これご質問が出るでしょうか、ということでという話をさせていただきたいというふうに思います。で、私の方からは以上で、しっかり話し合って、今後のことは